行っちゃうぜ。やりがもっと前に行って、後ろとも前に、もう一歩ずつもっと前に行ってくれ。新しいアルバムができた。そしてこのイメージに、あの頃シーハンスとかアップローのチンケイとか、みんなと一緒にライブをやってたことを思い出して、2、3年ぶりにそうか姫路に行こうと思って、新しいギターも入ったし、姫路に行こうと思ってやってきたぜ。サイレンスなるはや、サイレンスいくぜ。新しいロッケンロール、よいしょ。どこまでも続く青空に似合うくらいのでかい夢、俺たちはただ夢のために拳を強く握りしめ、いつかいつかと強く願う、きっときっとと信じてる。運命なんて関係ねえ、退屈なんか何もかも、自分の人生自分勝手に取り締め、それまでしたら魂は変わってないのか。うだうだしてるつもりはないし、2012年から見れなくなるぜ。いつか君にもわかるはず、どんな似合いな姫路城より、君が一番好きな歌、君が一番好きな人、新宿下北渋谷原